その通り三宅島に、ね、伝わる、伝統的な曲でして、この曲は、佐渡を拠点に、ね、活動しているコードを、全国世界を股にかけて、ステージに立っておりますけども、コードが、ね、コンサートで、この三宅を取り入れてから全国的に広まりまして、全国の太鼓打ちが、ほとんど 100% 近く打てるのではないかなという、有名な曲です。でもね、僕らが太鼓ではあまり、できるんですけどもやってなかったので、今日酒祭りでは初披露、三宅を聴きいただきました。それまでの曲の説明をしようと思っててちょっと忘れてまして、最初ね、12時前に寄せ太鼓的に、乱れ打ち打ちました。その後12時、本ステージで、大太鼓一本打ち、その後、歌で入りまして、打ち込み陽春祭り太鼓という曲まで、打ちました。祭り太鼓は、いつも多分この酒祭りではショートバージョンって言ってるんですけども、その半分、いつもの尺の半分までしかやらないショートバージョン、だけをやってたので、このフルバージョン今日はやってみようということで、祭り太鼓のフル、今日披露させていただきました。続いての曲は、ほくら川太鼓のもう代表的な曲ですね、ほくら川太鼓ならではの曲を聴きいただきます。波動。